北京航空航天大学は、中華人民共和国北京市会予区にあり、211九百985校庭総一流にも選ばれている国家重点大学である。副部級大学の一つとして、大学の略称は北高であり、これは現英名の由来ともなっている国家重点実験室が持っている。1958年に、 中華人民共和国において初めて経量各機北京マイナス -1 を開発した2万6千人の学生が在籍するうち8千人は大学院生36の分野で博士号を65の分野で修士号を39の分野で学士号を授与している毎年500名以上の長期留学生を抱えておりうち160名は大学院生 IT の分野にも強く、ワールドワイドウェブコンソーシアムの中国圏を担当している。中国以外のアジア圏は、慶應義塾大学 SFC 研究所が担当している。30学院が存在する。北京航空公典大学首脳北京航空公典大学新首脳、新州プロジェクトのチーフエンジニア赤発屋大久し市、同プロジェクトのコマンダー園景群を排出している。 北京航空航天大学体育館は2001年夏季ユニバーシアード開催のために建設された体育館。北京五輪ではウエイトリフティング競技が開催された。ABCDE 物理科学予覚能工程学院北京航空航天大学国交差学院イリドット BUAA.Edu CN 2020年10月14日閲覧ありがとうございます。